周遊様はずっと孫権様を支えてきた。今私たちの国はすっごく大きくなって、それで曹操って人と戦うことになったの。周遊様が言うには、曹操ってとんでもない悪者で絶対に生かしておけないんだって。すっごい怒ってた。何があったんだろう。よくわかんないけど、周遊様を怒らせる人なんて私がやっつけちゃうんだから。周遊様、行こう、一緒に頑張ろう。己曹操、天下への野心を語るだけなら笑って聞き流すこともできようが、言うにこと書いて、私の大切な勝挙を。すまない、私ともあろう者が取り乱してしまった。いや、勝挙には関係ない話だ。気にしないでくれ。次の戦いの地は赤壁だ。我が軍の将たちの任務を補佐し、計略を成功へと導かねば。行こう勝挙、決して私のそばを離れるなよ。この戦、白氷の上を渡るがごとくだな。曹操の大軍を破るため、諸君らに課せられた策、必ずや成し遂げてくれ。いざ、この大河に我らの未来をかける。こたびの戦、火をもって敵に臨む。皆、周囲の指示に従い、勝利を収めるのだ。敵軍の攻勢が止むまで持ちこたえよ。周囲様たちに、私は無敵だよ。強いの。
を落としてみないかい。中央の進路を閉ざせばこっちのもんさ。この私仲間で残念です。敵将撃ち取っちゃった。遅れないように。死の調べをお望みか。我が軍の力見せつける。準備に入る。何？進路を塞がれただと？こざかしい。遊撃戦で進路を確保せよ。我ながらうまく騙せたよ。けどこの戦ここからが難儀だね。どうだい、策はなったよ。周遊殿、船の動きを封じれば火計の効果は倍増。先ほどの進路の計画も見事だ。エクション撃ち取っちゃった。まだ攻め
すっげえな。残念です。敵将撃ち取っちゃった。風を呼ぶためこれより帰京を始めます。ここは押しとくべきだね。邪魔が入ってしまいました。敵将撃ち取っちゃった。邪魔だていたすと容赦せぬ。敵陣に乗り込み奇戦を制す。我が軍は参加。お見事だ。敵将撃ち取っちゃった。天よ見待て、この炎こそ我ら孫悟の生きよう。策はなった。全軍反撃開始。獲物に向かって一直線よ。
存分に暴れてやれ。来ましたね。さあ、時は満ちました。この風に策を乗せ敵陣へと運びましょう。風よ、我が船団に火を。まで済むと思うな。潰してしまえ。
見るなら今って感じだね。少将、ひとときも私のそばを離れるなよ。私、チー様と一緒に頑張るね。一緒に、ずっと一緒にいようね、チー様。大河に散るのはわしではない。貴様よ、わしの目の前で小肉らしいやつ。やすやすとこの首くれてやりはせんぞ。波動を受く者の真の力、思い知れ。この借りはいずれ必ず返す。勧誘曹操とその大船団は大河に沈んだ。奴の天界の野心はもはや浮かび上がってくるまで、我らは決戦に勝利したのだ。これで孫悟は天界と大きく前進した。この大河は天下を決した戦場として、皆の名は偉業を成したものとして長く語り継がれよう。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。小喬、狂言の光明盛大な父のもと、清廉な家風に育った。天性の理髪
勝さに美貌を兼ね備え、姉の大京と共に二京と呼ばれて世に知られた。孫悟の軍勢に保護された後、大京は孫策に嫁ぎ、小京は周瑜に嫁ぐ。両夫婦とも仲睦まじく、孫悟を率いる二人の英雄を励まし、時には戦場に出て窮地を救った。黄巾討伐軍や反董卓連合に参加して大いに名を上げた孫悟の軍勢は、ついで慶州の劉表と戦って勝利する。しかしこの戦いで孫権が戦死し、工事は若き孫策に託される。孫悟を率いる身となった孫策は、周瑜と力を合わせて快進撃を続ける。小京も周瑜を助けて戦場を駆け回り、諸将に劣らず奮闘して、孫悟の勢力拡大に大きく貢献した。やがて孫策が病に倒れ、孫悟の命運は周瑜に託されることになる。友を失った悲しさと責任の重さに苦しむ周瑜を、小京は持ち前の明るさで支え、共に戦った。孫悟が天下を制してもなお平穏な暮らしは訪れない。周瑜は政務に奔走し、小京はその仕事を支える。しかし多忙な日々の中にも、二人の暮らしには笑顔があふれていた。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でもその輝きの軌跡を残している。そうだな。ならば私は毎日小京のことを歌って暮らそうか。